い、こんにちは。2015年12月5日朝6時でございます。昨日ね、ザ・ゲーム・アワード2015が発表されたので、そちらの速報です。昨日出した動画は、2015年12月3日のプレイステーション・アワードです。で、今日出すのは12月3日現地時間のザ・ゲーム・アワード2015です。現地時間ロサンゼルスの12月3日なので、日本時間で昨日ですね、4日の日付になります。ゲームアワード2015というわけでロサンゼルスでやっているんですね。ご存知の通り、世界最大のゲームショーは E3 になりました。ロサンゼルス E3 になりました。それに伴い、世界で一番注目されているゲームオブザイヤーというものをやっている、ゲームアワード2015はロサンゼルスになっているんですね。それの関係で1日遅れたりっていうね、時間の、あれがあるんですけど、早速やっていきたいと思います。今回のゲームアワードなんですけど、歴史が変わったなと、歴史が動いたなと、これから歴史が変わっていくんだなという、その流れを感じました。ゲームのテーゼとでも言いましょうか、流れが変わったんだな、で、今後こうなるのかなっていうのが見えましたね。私の中でですけど。では、行きましょう。皆さん、まずお待ちかね。ゲームオブザイヤー。GOTY と言われるやつですね。ゲームオブザイヤー。今年、ノミネート作品、ザ・ウィッチャー3、ブラッド・ボーン、フォール・アウト4、メタル・ギア・ソリッド5、スーパー・マリオ・メーカー。この5タイトルでございます。日本からは、ブラッド・ボーン、メタルギアソリッド5、スーパーマリオメーカーの3タイトルが出ております。5タイトル中3タイトルが日本、これはもうすごい誇り高いことですね。そしてウィナー、なんだと思います？フォールアウトだと思うでしょ。ウィッチャー3です。ザ・ウィッチャー3です。日本ではあまり、バーって声が上がりませんでしたけど、すごいんですよこれ。私もやれていないんで、これからやろうと思っております。で、メタルギアソリッド5も入っているんですが、残念ながらゲームオブザイヤーは取れなかったと。で、スーパーマリオメーカーはちょっと異質かなと、これだけ、なぜかというとやっぱりユーザー丸投げゲームだったんでね、そのフレームワークを作ってユーザーに作らせて遊ばせるっていう新しい試みだったんで、まあゲームオブザイヤーというよりもなんかイノベーションイヤーみたいのがあったらそっちに入るものかもしれないですけどね。まあこれももともとニコニコ動画なんかで改造マリオっていうのがずっと流行っていたところから、アイデアを取ってきたなんてこともね聞いておりますので、難しいところですよね。ただウィッチャー3おめでとうございます。ブラッドボーンもね、まあ新規 IP でここまで入るっていうのは素晴らしいと思います。まあもちろんダークシリーズ、ソウルシリーズから続いているものでしょって言われればそうなんですけど、ブラッドボーンという名前で一応ついているんで、新規 IP と扱いしてもいいのではないかなと思います。ウィッチャー3おめでとうございます。そして失礼します、喉の調子がよろしくないので。デベロッパーオブザイヤー、当然これはウィッチャーを作った、CD プロジェクトレッドになります。で、ノミネートがまず CD プロジェクトレッドで、フロムソフトウェア、小島プロダクション、任天堂、ベセスタゲームスタジオという5タイトルのうち、メーカーさんでウィナーが、CD プロジェクトレッドという形になります。スイッチャーを作ったところですね。で、ここで、面白いのがやっぱり、まあそのゲームオブザイヤーにノミネートされた会社が入っているんですね。で、ベセスタ、ベセスタかなっていう印象も私は受けるんですけど、まあそれは多分私がウィッチャーやってないからっていうのは全ての元凶なんですね。だからやらないといけないですね。で、CD プロジェクトレッドについては後で喋ります。これに関してはものすごく今後時代を変えていく会社だと思うので、ちょっと喋りたいことがたくさんあるんで、後で回しますね。そして、ベストインディペンデントゲーム、ロケットリーグス、こちらがウィナーでございます。そして、シオムバージっていうものかな、ハーストーリー、オリ&ザ・ブリンド・フォレスト・アンダーテーブル。ちょっとね、読み方が違ったら申し訳ございま
ません。でこのうちのねオリアンズ・ザ・ブラインド・フォレストっていうのはすごくねいいゲームなんで、またこれも後でちょっと説明しますね。どんどんいきますね。とりあえずそしてベストモバイル、ハンドヘルドゲーム、というわけでモバイルゲームと携帯ゲームですね。こちらの方で、ノミネートさからノミネートいきましょう。ララ・クラフト GO、 ダウンウェル、ダウンウェル入りました。フォールアウト・シェルター、モンスターハンター4、アルティメット、パックマン256、この中で私がやっていないのが、ララクラフト GO とモンスターハンター4ですね。で、どれがウィナーだと思いますか？もちろんフォールアウトかなっていう気もしますよね。モンスターハンターかなっていう気もしますよね。ララクラフト GO です。まあだからこれがやっぱり日本市場と違うのかなっていうところで、ただララクラフトだってもともとはさ、カプコンのキャラではないけど、まあそんな近いじゃないですか。だからまあうまく海外の人が作って育ててやったなっていう、素晴らしい。で、まあフォールアウトシェルター私もやりましたけど、レビュー見てもらえばわかるんですけど、バグというかまあベセスタなんで落ちるんですよね。で落ちるっていう話をして、こうするとこうして、こうすると確実に落ちるよっていう動画あげたと思うんですけど、あれが実はですね一個状況が変わりまして、 iPhone6S 出ましたよね。フォールアウトシェルターが出た時は S 出てなかったです。で私がやったのは、iPhone6 プラスです。でそれで落ちてたんですけど、なんと 6S に変えてからこっちでプレイしてみたんです。試しに落ちなくなりました。これはバージョンアップされてないです。あのアップデートではなく、ただ単にベセスタが要求したスペックについてきてなかったっていうことですね。でもその時現状最強マシンですからね、6プラスが。でもダメだったと。で S になったら落ちなくなりました。もしかしたら iPad でプレイしていた方は落ちてなかったかもしれません。で、まあ、特筆すべき点としては、ダウンウェル、日本が作ったインディーゲームですよ。でこのダウンウェルを作った方がおっしゃっているのが、大学生の時にこの企画を思いついたと。で親しい人たちや信用できる人たちにこの企画をね、こんなのがあるんだけどどうかなっていうことを言ったら、いやそれやばいよ、それをめちゃめちゃすごいよっていう話を受けたんで、いけるんじゃないかっていうことで大学で作って出したと。そしてご存知の通りアップストアで1位になってます。1位になったかな、トップ3ぐらいだったかな、入ったんですよね。まあそれは割引、あの360円のものが120円になったブーストがかかったんですけど、Steam のレビュー見るともう大絶賛ですよ。海外で言うとこれおそらく2000円だったかなっていうぐらいのクオリティなんで、それを300円で売っちゃったっていうのがすごいですね。でまあ、ちょろちょろ生放送なんかっていう時喋ってましたけど、このクリエイターさんがツイッターで言っていたことが、まあ、日本人がすごい厳しい意見が多い反面、海外の人は大絶賛してくれるみたいなことを言っておりました。で今回この、海外の賞を受賞されたという、受賞というかまあノミネートされたということで、多分ものすごくモチベーションが上がり、次もっといいゲームを作ってくれるんじゃないかなという思いがあります。そして、ベストナレイティブ賞、これちょっと私もよくわかんないですけど、ノミネートがハーストーリー、そしてライフイズストレンジ、テイルズフロムザボーダーランズ、ザウィッチャー3、アンティルドーン、ちょっとあまりやっていないゲームがあるので、省きますね。ウィナーはハーストーリーでございます。そしてベストアートディレクション、賞で、こちらがノミネート先言いますね。オライ&ザ・ビハインド・フォレストで、バットマン・アーカム・ナイト・ブラッド・ボーン・メタル・ギア・ソリッド・5・ザ・ウィッチャー3、こちらの5タイトルでございます。どれもこれも暗いというか、まあ明るいゲームではないですよね。ちょっとダーク調の暗いゲームなんですけど、特にこの中の特筆すべき点はバットマンですよ。バットマン・アーカム・ナイト、これの一番最初のバットマンアーカムアサイラムだったかなが、実は、ギネスブックに登録されてるんですよね。で、登録された内容は、ギネスに乗る世界一ヒーローゲームとして登録されたのかな。なので、まあ、バットマンはすごいんですよ。だけど、
このメタルギアソリッド、ウィッチャー、バットマン、ブラッドボーンを抑えてウィナーになったのがオライ&ザブリンドフォレストなのかな、ごめんね読み方がちょっとうろ覚えというかあれで、でただこれちょっと日本名にしますね。檻と暗闇の森っていうんですね。だから檻&ザ、ブラインドザフォレストなのかな、なので檻と暗闇の森っていうタイトルで日本で出ております。一応出ております。でこれまあほとんど聞いたことないと思うんですけど、多分この先ほど挙げたタイトル、バットマンだったりブラッドボーンだったりメタルギアだったりウィッチャーだったりっていうのは好きな人はスクリーンショット見るだけでワクワクするはずです。やってみてください。すごくいいと思います。私もね積んでちょこっと1時間ぐらいしかやってないんでやりたいと思います。ものすごくこのね、まあこれも後で話しましょう。次行きましょう。そしてベストスコア、サウンドトラック、ノミネートがメタルギアソリッド5、フォールアウト4、ヘロ5で、またここに入るとオリ&ザ・ブラインビハインドフォレストで、ザ・ウィッチャー3の中で、ね、サウンドトラックですからね、メタルギアソリッド5がウィナーと。やっぱり音楽は日本ですよっていうのもね、ずっと日本は音楽に力入れてきました。音楽で売れたと言っても過言ではないゲームはたくさんあります。ファミコン時代にもクソゲーと呼ばれるゲームは音楽だけはいいっていう定説があったりとか、音楽っていうものは日本人はすごく大事にしてたんですね。で、上松信夫さんがファイナルファンタジー7とか8の時に言っていたのが、紙芝居じゃないですか、いわゆるもう紙芝居、ただ人形が喋るだけっていう紙芝居の RPG をどれだけドラマティックに演出できるかっていうのは音楽なんだ、やってることはただ紙芝居なんだ、それは事実というかに否めない、なんだろう、紙芝居をいかにドラマティックに盛り上げるかが僕らの音楽の仕事だっていうのを言っていました。そしてファイナルファンタジー10になりましたよね。で、10になって何が変わったかって言ったらフルボイスになりました。ユーナ、ティーダ、ワッカ、全員喋ります。それによって上松さんが当時言ったセリフが、音楽は今後控えめになるということをおっしゃったんです。当時つまり紙芝居の時代が終わり、キャラクターがフルボイスで喋るようになった、それによって音楽は一歩引くべきだって言ったんですよ。で、声優さんが演じるキャラクターがブワーって喋りますよね、ブワーって喋りますよね、引き込まれますよね。そこに同じぐらいパワーのあるドラマティックな音楽を流してしまうと、要は喧嘩してしまうっていうことだと思うんですよ。だから、映画なんかもそうなんだけど、私ハンスジマーとか好きなんですね。グラディエーターの音楽とかやられてる方なんですけど、それはやっぱり情緒的で控えめだったりするんだけど、急にね音が盛り上がる、スターウォーズもそうなんだけど盛り上がる場面っていうのがあります。っていうのは盾とかですよ。スターウォーズであれば戦闘シーンでライトセーバーでブオンブオンブオンって言ってるところでキャラクター喋んないですよね。フォースをバッってやったりとか、そういうシーンで音楽をてってくれてってくれとか、そういうすごく俳優が演じないところで音を強くするっていうことをずっと海外はやってきてました。けどその一方、日本は紙芝居ゲームっていうのがすごく売れていたんで音楽に力を入れてきたんですね。だから、日本のゲームと海外のゲームはもう音楽の扱いが最初から違った、根本から違ったっていうところで、まあ今後ねそこも埋もれてっていうか穴埋めされていくとは思うんですけど、寄っていくとは思うんですけど、やはり日本のゲームっていうのは音楽が強いかなと思います。素晴らしいですよ。メタルギアソリッドやっぱりファントムシガーをした時のファーファーっていう音楽だったり、すごくね情緒的いいなと思います。だからまあウィナーメタルギアソリッド5、これは納得のあれですね。でまあ日本の音楽っていうのは素晴らしいっていうのは認知されていて嬉しいです。そしてベストパフォーマンス、これがウィナーがビバセイファーっていうのかな、ハーストーリーですね。でアシュレイブブアーチアズコールプライスキャミラ、ちょっとねここわかんないんで
パフォーマンスなんで、まあ一応ゲームタイトルにしましょう。ハーストーリー、ライフイズストー、ストレンジ、ライズオブザトゥームレイダー、ザ・ウィッチャー3、バットはアーカムナイトが、ノミネートされていて、その中のまあキャラクターが出ているのでちょっとわからないです。そして、ゲーマー、ゲームズオブチェンジアワード、ライフイズストレンジですね、ウィナーが。そしてベストシューター、皆さんここが、思うところが多いと思います。ノミネート作品いきます。スプラトゥーン、コールオブデューティブラックオプス3、デスティニー、ヘイロー5、スターウォーズバトルフロント。もう情報を知っている方は知ってると思います。今回この動画で情報を知っている方は、今情報を得ている方は何だと思います？ウィナー、ベストシューティングゲームです。シューターです。全世界です。スプラトゥーン、コールオブデューティー、ブラックオプス3、デスティニー、ヘイロー5、スターウォーズバトルフロント。世界で一番売り上げているコールオブデューティーシリーズ、約束された神ゲー、デスティニー、バンジーが作りました。そして、マイクロソフトというか Xbox をずっと引っ張ってきたヘイロー5、ヘイローシリーズ、そして、スターウォーズバトルフロント、スターウォーズのタイトル、さらに EA、ダイスが作っております。さらにエンジンがフロストバイトエンジン。もう要するに、バトルフィールドです。それを抑えて、スプラトゥーンがウィナーです。スプラトゥーンがウィナーです。これはね、もしかしたら、賛否両論巻き起こるんじゃないかなと思います。根強いコールオブデューティーファン。根強いバンジーのファン、根強いヘイローのファン、根強いスターウォーズファン、根強い EA のファン、根強いダイスのファン、そしてまあちょっと違い若干それますけど、スターウォーズバトルフロントに絡んでバトルフィールドのファン、強く思うところがあると思います。しかし私はこの5タイトルの中でスプラトゥーンは妥当だと思います。スプラトゥーンが与えた、ゲーム業界に与えた影響、ものすごく大きいです。これが FPS、TPS なのかと言われると難しいっていう部分もあると思います。色を塗るっていう特殊なゲームだったり、ルールがあるんで。ただそれは、ドミネーションだったり、チームデスマッチだけではないんで、ヒーロー VS デュランとかね、あるじゃないですか、スターウォーズだったり。旗取りだってそうですよ、ドミネーションね。まあ、いろんなルールがあると思います。コールオブデューティーでなんか物を運んでね、それをやるとかっていうのもあると思うんで、別にスプラトゥーンだけが特殊っていうわけでもないんですね。あ、ライクなゲームであるっていうのも、スプラトゥーンのいい点っていうのはいっぱいあります。キャラクターがまずコミカルである。そしてジャイロを採用した。通常であればもうエイム力っていうわけでここでやっているわけですよね。それをこうすることによって誰でも遊べるように敷居を下げた。さらに上手くなっていけばいくほどスティックよりジャイロの方が狙いやすいっていう話も聞きます。私はジャイロちょっと使えなかったんで、わからないんですけど、私の友人5人ぐらいスプラトゥーン始めてくれたんですけど、みんなジャイロです。最初は何これって言ってスティックにやったんですけど、1週間も経つとジャイロに変えましたね。でさらにその人たちっていうのはドラゴンクエストの知り合いだったり、白猫プロジェクトの知り合いだったり、リネージュの知り合いだったり、ファイナルファンタジー14で知り合った人たちだったり、私がずっとコールオブデューティーやろうとかバトルフィールドやろうって言っても来なかったんですよ。その人たちがスプラトゥーンはやってくれたんですね。まあ、一人だけね、バトルフィールドやコールオブデューティーか、買ってくれた人いたんですけど、3日も経たずに、もうこれ自分には無理だから、もうボコられて終わりだからってやめちゃった人がいたんですけど、スプラトゥーンを買って、未だにやっている方が多いと。で、生放送なんかやってると、めぐりさん、スプラトゥーンはもうやらないんですかとか、っていう意見もよく聞きます。つまり、息が長いと。これはすごいですよ。これはすごい。今一番やらなければいけないことかもしれない。
ゲーム業界が新しい人を取り込まなきゃいけない。で、まず、音ゲー、格ゲー、シューティングゲーム。シューティングってこのスターソルジャーとかではなく、打ち合いのガンシューティング。これはもうコミュニティが出来上がってしまっているわけです。で、新規が入ってくると、下手くそは出ていけ。チームに迷惑をかけるな。って言って、どん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 閉鎖されたコミュニティになってきてます。それを、だがしなきゃいけないっていうのをずっとゲーム業界、いろんな人から聞いています、私も。それを打破するのが難しいんだよね。だけど既存ユーザーはずっとやってくれるから、おざなりにもできない。どうすればいいんだろうっていうことをずっと。それをいとも簡単に破ったスプラトゥーン。これは偉大ですよ。で、初期の頃とかで、色を塗るっていうことだったんで、言い訳ができたんだよね。自分下手くそだけど敵倒せないよ確かに。だけどローラー転がしてるから色は塗ってるよ。って言っていた方が多くいました。もちろんガチマッチとかで上に行くには、エイム力だったり敵を倒す能力だったりっていうのが必要です。私の友人で S++ だっけ？一番上に簡単に行っちゃった人、簡単っていうかまあ行っちゃった人がいて、最初は私の方がもちろん上手かったんですよ。全然もうひよこの足、で、ひよこを握りつぶすかのように戦ってたのよ。だけど今はもう全く無理です。チャージャー使われるともう何もできないです。だから赤外線が私にずーっとロックされて、めぐみさんを潰すっつってずーっとロックされて何もできなくなります。物陰に入るしかない。そうすると点が稼げない。だから私は役に立たない。一人に押さえつけられる。そのぐらいの実力が、最初ね、スプラトーンやった時はそんなに実力差出ないんじゃないかなって思ったんです。というのも、あれの一個の特徴が、相打ちがひたすら多いじゃないですか。っていうのも、弾を撃ちますよね。そしたら、コールオブデューティーやバトルフィールドでは、パンって言った瞬間もう当たってるんですよ。大体ね。まあもちろん着弾の時間計算されてますけど、スパンって言った時に当たりやすいじゃないですか。パン、パン、パンって死ぬじゃないですか。だけど、スプラトーンは水鉄砲だから、ピュンが遅いんですよ。弾丸が。だから向こうが、撃ったものが相打ちになるんですよね。弾丸が遅いから。で、これがまあ、スターウォーズバトルフロントにも言えることなんだけど、そして相打ちが多いだったりするから、ガチな人たちはそんなに抜けていくのかなと思ったんだけど、息が長い。そして、これほどまでに TPS というジャンルを一般ユーザーに普及させた。今まで全くやりたくない、やらないと言っていた人たちに TPS を、の面白さを伝えた。っていうので、スプラトゥーンはベストシューターというよりも、私の中では今年のゲームオブザイヤーでも良かったんじゃないかなと思います。ゲーム内容というか、ゲーム業界に与えた影響ですね。だから、スプラトゥーンがウィナーで良かったなと思います。コールオブデューティー、デスティニー、ヘイロー5、スターウォーズ、わかります。私だって大好きです。だけど、スプラトゥーンがウィナーで良かったなと思います。そして次行きましょう。ベストアクション、アドベンチャーゲーム。当然これはウィナーはもう皆さん、言うまでもなくメタルギアソリッド5でございます。ノミネートがアサシンクリードシンジゲート。まあ、アサクリは強いです。私も、時間ができたらアサクリシリーズまた1から全部やりたいなと持っております。アサシンクリード2のね、イタリアを冒険するやつが、フィレンツェを冒険するやつ、ベネチアを冒険するやつ、あれすごい好きだったんで、あれの影響ですぐイタリアに旅したんですよ。ただ、まあ、すごい面白かったのが、イタリアの文化みたいなのを紹介したのがアサクリで、アサクリで Z 指定で、もう結構キリスト教徒からするとめちゃくちゃなんですよ。キリスト教徒が絶対にもう見たくもないようなことをプレイヤーにやらせるわけですよ。例えば、枢機卿をね、通気教？ん？法王様？ん？まあ、通気教だと思ってたんですけど、カーディナルって言うんですよ。を上からアサシンが倒すんですよ。自分がね、エッチョが倒すわけですけど、そのシーンがミサの最中なんです。で、ミサがもろ、天におられる私たちの父を皆が聖とされますように、御国が来ますようにっていうのを我々は毎日毎日、唱えてるわけです。そういうミサのシーンがあるわけです。そのミサのシーン、ゲーム内に再現してて、そこをさせっていうゲームなんで、そのキリスト教文化だよね。やっぱりすごいすごいよね。で、ヨーロッパとかイタリアに行った話なんですけど、その言ってみれば
有害指定されてもおかしくないゲームですよ。がイタリアのいくつかの観光名所の手前に資料集があった。アサシンクリードです。そのぐらい国として誇りがあったんだなと思います。そして、ノミネート続き、バットマンアーカムナイト、そして、オリ&ザ、ブラインドフォレストかな、本当読み方先に調べておくべきさでしたね、これですね。そしてライズオブザトゥームレイダー、そして次ですね、ベストロールプレイングゲーム、ノミネート先にいきますよ。リッチャー3、ブラッドボーン、フォールアウト4、ピラーズオブエタニティ、アンダーテーブル、ウィーナー、ザ・ウィッチャー3、フォールアウト4は入っておりません。次回がウィッチャーです。まあね、まだ12月5日なんで日本版のフォールアウトは出ていないんであれなんですけど、ベセスタはすごいです。フォールアウト3、あ、じゃあフォールアウト4がつまんないわけでもなんでもないです。絶対あれはもう、や、私もやってますけど、時間を忘れます、時間を忘れます。だけどウィッチャーです。そしてベストファイティングゲーム、まあこれはちょっと日本とかけ離れてるんであれかな、ウィナーいっちゃいますね。モータルコンバットで、ギルティギア、ライズオブインカーネーテッドって読むのかな、やったことないです、知らないです、ライジングサンダーです。そしてベストファミリーゲーム、まあこれは当然スーパーマリオメーカーですね、ディズニーインフィニティ、レゴ、スーパーチャージャーズ、スカイランダー、そしてスプラトゥーンも入っておりますね。そしてベストスポーツレーシングゲーム、ウィナーロケットリーグ、まあそれはそうですね。で FIFA、フォルツァモータースポーツ、 NBA、プロエボリューション戦、サッカー、まあ、海外ではねスポーツゲー人気あるんで。そしてベストマルチプレイヤー、ノミネートいきます。スプラトゥーン、コールオブデューティ、デスティニー、ヘイロー、ロケットリーグ、スプラトゥーンです、ウィナー。ベストマルチプレイヤーにスターウォーズが入らず、ロケットリーグがノミネート。あとは一緒です、シューティングゲームと一緒で。だからシューティングはすごい人気あるんですね、マルチとして。ただ大規模戦闘を売りにしたスターウォーズバトルフロントが入れなかった、ノミネートすらされずに、まあ、ロケットリーグは分かりますよ、すごいのは。デスティニーなんですね。まあスプラトゥーンすごいと。で、e スポーツ、ゲームオブザイヤー、これもちょっとか、あ、e スポーツのゲームオブザイヤー、これはあれですね、ウィナー、カウンターストライク、まあ、根強いですね。で、コールオブデューティ、アドバンスボードウェア、そして、ドタ2、そして、ハースストーン、リーグオブザレジェンド、まあ、LOL は入りますよね。で、ウィナーがカウンターストライクなんですけど、私、ハースストーンを、すごいやってます。暇があればやってます。アリーナに1回入るのに、iOS240円、Android200円っていうわけで、なるべく Android でやってるんですね、40円消しって。だって、ね、1日10回入ったら1000円と1400円じゃ200円でかいからね。ハースストーン面白いですよ。さすがブリザード。で、こんなエピソードもありました。海外でね、どこの国だか忘れちゃいましたけど、徴兵制度で徴兵されましたと。ハースストーン遊べなくなりましたと。ハースストーンが遊びたくて気が狂うと。その辺にあった紙をカード型に切って、ハースストーンのカードに、カードを書いて、で、リアルハースストーン、カードゲームなんでね、リアル自分たちで手作りしたハースストーンを遊んでいるっていうぐらい中毒者がいる。ただね、強いね、みんな。アリーナでさ、勝てなくなってきた最近。もう2勝3勝がいっぱい、精一杯。2勝3勝、下手すると3立てされるもんね。まあ引きにもよるよ。ガーディアンで明治引いたらさ、ジェイナープラウドブラーっていうね、ジェイナ聞ければまあ戦えたりとか、また私ドロイド、ドルイドかとかが得意なんで、その辺が聞ければいいんだけど、苦手だね、レスターとか来ちゃうと
難しいなっていうところで、まあ、まあいいです。ハーツストーンは面白いという話ですね。そしてトレンディング ゲーマーっていうのかな、これちょっと分かんないんでやめときましょう。ベストファンクリエーション、これがウィナーポータル GTA5 リアル GTA、スーパーマリオメーカー E リーダーレベルズ、ツイッチプレイダークソウル、まあツイッチプレイダークツイッチプレイズダークソウルは有名でしたからね。日本でもいろいろ拡散されましたからね。まあこんなこういうね、なんだろう、ファンクリエーションというかは世界に名が行っていないだけで、日本は昔からニコニコ動画でありますからね。今後それが明るみになっていけば、ニコニコの文化っていうのがもっと世界に羽ばたいていって知られていけばまたあれかなと思いますけど、まあツイッチのねブレイズダークソウルとかツイッチ系のものは日本でも認知がされてるしすごいなと思います。というわけで、一回ここでねゲームオブザイヤーじゃない、ザゲームアワードかのゲームオブザイヤーの、一通りのタイトルです。ちょっと英語の読み方が全く変な読み方していたりっていうのはあったら申し訳ございません。ちょっと今英語の記事を読んでいるものでちょっと申し訳ないですね。 Dスポーツかで、あとまあ追記で喋りますと、オリ&ザブラインドフォレスト、オリと暗闇の森、これはぜひやってほしいところですね。2000円で売っておりますので。そして最後にこれを喋りたいと思います。ウィッチャーですね、ウィッチャー3ですね。お前ウィッチャー3やっていないのに喋るのかっていうところですけど、これを作った CD プロジェクトレッドっていうデベロッパーなんですけど、今後 CD プロジェクトレッドはおそらく世界で注目されるデベロッパーになると私は予想します。まあ十分現状でもそうだろう、ウィッチャーがそうなんだからそうだろうって言われればそうなんですけど、小島プロダクションがなくなりました。で、例えばベセスタ、 EA、 ダイス、まあいろいろありますよね。フロムソフトウェア、ベセスタ、まあいろいろある中、 CD プロジェクトレッドっていうのは今後もしかしたら世界ナンバーワンになりうる会社かなと思います。今度このここが出すサイバーパンク2077っていうゲームがあるんですけど、これは私前から期待していて楽しみなんですけど、ウィッチャー3っていうのはストーリー色が強いじゃないですか。だからちょっと私敬遠していて、まあ元のウィッチャーがあるわけじゃないですか、原作が。で、ストーリー色が強いんで敬遠していたんですけど、このサイバーパンク2077っていうのは、実は、マイク・ポン・スミスっていう方がいらっしゃるんですね。この方はテーブルトーク RPG だとか、ボードゲームの、を作っている方で、かなり有名、超有名な人です。で、この方が関わっているのがサイバーパンク2077なんですね。それを、ウィッチャー3の開発会社が作る。で、さらに、これは、まあ、ノアールフィルムっぽくなると言っています。私もずっと喋ってきてますけど、ノアールフィルムが大好きです。まあ、アニメとか映画も、まあ、主にアニメなんだけど、もともとノアールフィルムが好きになったのは、まあ、マシモ監督の、アニメーションで好きになったんだけど、サイバーパンクが出て、来年のゲームオブザイヤーサイバーパンク2077予想です、予想です。少なくとも
変な大ごけをしない限りはゲームオブザイヤーにノミネートはされるでしょうと私は。そのぐらい、まあ私単純にこのゲームが好みだっていうのもありますよ。まあこのゲームがってまだ出てないですけど、いつ出るんだっけな、5月ぐらいって言ったかな、じゃあ5月に発表かで、いつ出るんだ、来年出るのかな、来年出るのかな、わかんないんだよな、サイバーパンク。ちょっと待ってね、検索してみよっか。サイバーパンク2077発売日、特に書いてないんだよね。でももうね、 PV が一応出てるからそろそろかなと思いますけどね。まあ伸び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 になっておりますが、楽しみに待っていようと思います。公式ページあるね。で、まあ、年齢確認が入るね、これ。ちょ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 ー、書いてないね。はい、本作のリリース時期は未定、現時点では明言されてない、E3 で発表で来年、まあ来年出ればですね、まあ、ぜひ私は今後 CD プロジェクトレッド第1級チェックをしていきたいと思います。ウィッチャー3やります。やんないとこれはそんなに面白いのかなっていう感じでやりたいと思います。というわけで今年の、ゲームアワード、速報でした。ゲームオブザイヤーはザ・ウィッチャー3、ノミネートされたのはブラッドボーン、フォールアウト4、メタルギアソリッド5、ザ・ファントムペイン、スーパーマリオメーカーという5タイトルでした。皆さんどういう印象を受けましたか。メタルギアがまあ取れなかったっていうのは、メタルギアがまあ、酷評多いですけど、面白かったと思いますけどね。だけど、ウィッチャーがすごすぎたっていうのでいいんじゃないでしょうかね。逆に言うと、スプラトゥーンがすごすぎたっていうので、シューター業界はね、スプラトゥーンに持ってかれましたから、来年どうなるのか、楽しみに。また1年間ゲーム遊んでいきたいと思います。そんなわけで、ゲームオブザイヤー、ゲームアワードの速報でした。また会いましょう。バイバイ。